水田市立水田第一小学校は、大阪府水田市にある公立小学校。水田市の中心部、JR 水田駅南側の商業地域から、市南部の大阪市境にかけての地域を校区としている。明治時代初期に創立し、水田市では、歴史の古い小学校の一つとなっている。明治時代初期に、当時の島毛郡水田村に設置された、 第三大学区大阪府管内第四中学区第三番小学校に期限を発する。同校は廃寺となった全福寺を使用し現在地に設置された。その後数度にわたる学校改編を経て三島郡水田神城小学校となった。明治時代中期には下神殿に設置された下神殿小学校を合併している。大正時代には 北大阪電鉄が開通したことによって地域が宅地化した。これに伴って児童数が増加したため、大正時代から昭和時代初期にかけて、水田第二尋常小学校、水田第三尋常小学校を相次いで分離している。1924年の水田第二尋常小学校の分離の際、従来の水田尋常小学校から水田第一尋常小学校へと解消している。 太平洋戦争の際には校内に軍隊が駐留した。校区で実施された建物疎開の作業に児童が動員され、また運動場が畑に転用されるなどした。また高度経済成長期には児童数が1800名を超えるマンモス校となったため、1973年に水田市立水田第六小学校を分離している。スや松陰高浜に、 君が八千代の三坂へ祝う、この庭の教えの号の頼もし屋に小具屋百選、神崎川に、上り下りのにぎわいみゆるこの庭の教えの号の、頼もし屋三住屋水田の船長の織田に、年の実りの、豊けさを移す、この庭の教えの号の頼もし屋す田第一、小学校の裏門勝手の正門である。ありがとうございます。